上競技部に心温まる熱い声援を送っていただきまして誠にありがとうございました。シード権獲得という結果で決して良かったとは言えませんが、非常に大きなプレッシャー、ストレスのかかるスタートから巻き返し、自力でシード圏内に突入できたことは、この1年間君たちと共にやってきた力の証であったと思います。12月31日エノックの御所明けて1月1日朝の集合の時に、エンジンを組んでみんなで手をつないで、今から重大な発表がある、エノックを外す、でも駅伝はチームで戦うのだから今までやってきたことを信じて頑張ろう、私も大晦日には天はまた苦難を与えるもんだな、悔しくて切ない思いに苛まれましたけれども、でもチームを作ってきて君たちと共に歩んだ日々は嘘じゃない、きっとこの逆境の中でもやってくれる、そう信じよう、そう思って1月1日の朝君たちに伝えました。さらに急遽変更の伴って1区からの流れが悪く、絶望的な位置でタスキをつながらなければいけない、しかしながらそこでも少ない可能性というものにかけなきゃダメだ、信じなきゃダメだ、そう思って監督者の中で握り拳を固めてました。そして井上キャプテンが曇りガラスを一気に晴らす走りをしてくれました。その時の応援に回った君たちの思いも伝わってきます。全ての思いがこもったたすきを2日目金子がゴールに運んでくれました。堂々とゴールラインを割れ、最後に声をかけるときにその言葉をかけました。残念ながら優勝戦線に加わることはできませんでした。さらにこれからは高速化拍車がかかるでしょう。安閑としていてはシード権を取ったからといって胸をなで下ろすだけでは、来年転ばり立ってまた弾き出されてしまいます。我々はチャレンジャーです。戦いを挑まなければならない、その覚悟を決めて、しかしながらこの厳しい戦いをみんなの力で乗り切ったという自信と自覚も含めて、今日ここから、今ここから人生常にナウアンドヒアです。どんな逆境に立たされても、どんな苦難が訪れても、今ここからのスタートを切らなければならない、頂点を目指すにはまだまだやらなければいけない課題がある、また新たなチャレンジに向かっての日々が今から始まります。覚悟を決め、自分たちの目指すところへ向かって、これから訪れる七難八苦、何があろうとも今日得た戦いを、結果をしっかりと心に植えて、それを育てて、一つでも上、さらなる上を目指してまた頑張っていきましょう。応援、付き添い、その他本当にありがとうございました。橋田選手はひのき舞台でしたけれども、多分その中でおかげさまという言葉をしっかりと感じ走り切ってくれたと思います。
皆さん方の声援がどれほど背中を押してくれたか、この1年間皆さん方の声援が私たちをどれほど励ましてくれたか、本当にありがとうございます。